私たち仮想通貨をテーマにしたアイドル仮想通貨少女です。いいなきコインゲットしろよ。都内で初ライブを行った仮想通貨少女は、秋葉原を中心に2016年から活動するアイドル星座百景の派生ユニットです。高校生メンバーを中心にそれぞれが仮想通貨のビットコインやイーサリアムなど担当する通貨を勉強したということです。デビュー曲の月と仮想通貨と私では、仮想通貨のメリットやデメリットなどを歌詞に盛り込みました。仮想通貨がテーマなだけに、アイドルと写真を撮ったり握手をするのも、支払いはすべてビットコインになります。ファンの中にはこの日のためにビットコインを始めたという人も。この話を聞いて慌てて解説してっていう。彼女たちのおかげで一人利用者が増えたわけですね。そうですね、はい。仮想通貨ってなんだろうっていうところから始まって、でも今はすっごい興味が湧いて、私たちのお給料もビットコインです。お給料いただく前日の相場とかそういうのですっごいドキドキなんですよ。当面の目標はディズニーランドで仮想通貨が使えるようになることだということです。